篠沢京介3月1日隊は、日本の官僚、元大倉事務次官、東京教育大学附属中学校、高等学校、東京大学法学部、第2類卒業後、大倉省入省。理財局長、大臣官房長、主計局長を経て、1995年、大倉事務次官に就任。 斉藤二郎が任期を2ヶ月残して辞任した後を受けて時間に就任したが、中島義夫、田谷博明主計局幹部による過剰接待問題や、大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件における銀行局と国際金融局の米国側への通報が遅れたことで問題とされた件、重選国会を経て重選への公的資金投入など、これら一連の大クラスキャンダルで、 マスコミや政界、国民などの大きな反発を受けていたため、歴代大倉時間では、最短となる在任7ヶ月での辞任となった。1996年に退官し、その後1998年海外経済協力基金、総裁、1999年国際協力銀行、副総裁、2001年国際協力銀行総裁を歴任し、同総裁退任後、 2008年から資本市場研究会理事長を務める。現在は一般財団法人障害学習開発財団評議員を務める。ABCD 顧問就任に関するお知らせシステムロケーション株式会社2008年4月16日 ABCI 国際協力銀行の 海洋国際協力銀行平成17年度業務報告書 https コロンスラッシュスラッシュ www.ide.go.jp スラッシュライブラリースラッシュジャパニーズスラッシュインフォスラッシュ m e m o r i l コレイスラッシュアユミスラッシュ PDF スラッシュ3007オブ PDF ハット官報号外第151号2019年11月3日 平成28年度一般財団法人障害、ク習開発財団役員名簿。ありがとうございます。